ベルフ・ハインリヒ・プリンツ・フォン・ハノーファーベルフ・ハインリヒ・プリンツ・フォン・ハノーファーは、ドイツのハノーファー王国及び、ブラウンシュバイク公国の王族の子孫。全名は、ベルフ・ハインリヒ・エルンスト・アウグスト・ゲオルク・クリスティアン・ベルトルト、フリードリヒ・ビル・ヘルム・ルイ・フェルディナント。ブラウンシュバイク公、エルンスト・アウグストとその妻のプロイセン王女、ビクトリア・ルイーゼの間の、第五子、四、男として生まれた。 ドイツ皇帝ビルヘルム2世の外孫にあたり、皇帝の20人の孫の中で最後に誕生した。家族からは、ベルフィの愛称で呼ばれた。第二次世界大戦後に、法学博士号を取得した後、銀行員として働いた。父が1918年のドイツ革命に際して、ブラウンシュバイク公爵位を退いたため、伝統的に一族の船員に認められていた。 ハノーファー王子及びブラウン・シュバイク・リュー・ネブルク公の称号は法的に無意味なものとなっていた。また1917年11月30日付のイギリス王ジョージ5世の開封直居場によりグレートブリテン及びアイルランド王子の称号を名乗る有資格者から除外されたが1931年に父がハノーファー王家課長として自身の子孫が 同称号を保持すると主張したため、この称号も名乗った。1960年にイーゼンブルク・ビューディンゲン、高家課長、オット・ー・フリードリヒの娘アレクサンドラと結婚した。1960年9月20日に、ビューディンゲンにおいて、民事婚が、翌日の9月21日に、同志のマリア教会において、宗教婚が行われた。夫妻の間に子供はなかった。 ベルフ・ハインリヒは、妻が、キリスト教民主同盟所属の市議会議員を務めた、フランクフルトアムマインで暮らした。長く患ずらった後、1997年に64歳で死去した。ありがとうございます。